どうもありがとう。綺麗だよ。フェイズの皆さんです。クイーンズの皆さんです。どうぞ温かい拍手。そして、バナコラの皆さん、大変可愛らしい衣装でね、一生懸命やってます。どうも皆さんありがとうございました。実は昨日、あるファンの方からこういうアルバムをいただきまして、でアルバムの中に1枚の、手紙が入っておりました。その手紙を読んで僕はえらく感激したんですが、ちょっと皆さんにご紹介してみたいと思います。2回目の大阪球場、当時私は10歳、姉と一緒に行きました。球場の中に入って、わあ広いな、こんなとこで秀樹が歌うなんてとても信じられない。始まってみると夜空にパッと花が咲いたように明るくなり、赤や白やブルーやグリーンのペンライトが星のようにキラキラ光ってました。6回目の大阪球場、ファンクラブの応援に参加し、お揃いの T シャツ、白の手袋でポンポン、初めから終わりまで乗りまくった私です。7回目、8回目、そして9回目、毎年違ったものを綴る大阪球場、毎年違った色に染め、そして今年がファイナルコンサート。寂しい気がするけど最高の大阪球場になりそう。10回目の大阪球場は過去9回の総決算、たとえ何の仕掛けがなくても、私たちとあなたの心のつながりで素晴らしいものになると思うの。こんな風に書いてあったんですけど、この方は2回目の時10歳、だから今は19歳だと思うんです。もう今もきっとこのスタンドのどっかにいると思うんですけど、この手紙を見た時本当に感激したんです。読むのは悪いかなと思ったんだけど、あえて読まさせていただきました。本当にこういう気持ちって言葉に言えないぐらい嬉しいです。きっとどこかにいると思いますけど、もちろん皆さんの気持ちも同じだと思います。ありがとう。こういった気持ちをどんなふうに言っていいのか正直言って僕分からないんです。でも精一杯歌を歌ってこの気持ちに応えたいと思います。エンドレス。一人の部屋に帰り、少し憂鬱な時には思い出せよ。いつだって本気で
君だけに歌ってきた It's a new ceremony 笑っておくれよどんな日々でも愛して行けるから素晴らしいあなたと僕だけの歌がある It's a new harmonyLet's sing in together 君から僕の声に